お疲れ様スラットです。今日はこちらマジアチドリルやっていきます。さあこちらね、進化ゴブリンドリルがバランス調整によって下方されました。まあほんと小さな下方じゃ小さいんですけど、これ2回目に壊れた時に登場するゴブリンがね、ここですね、はい、2体から1体になりましたよっていう、まあ、マジ小さいな本当なんかあんま気づかないって気づかないんですけど、なんか2回目に壊れたゴブリンが結構タワーにへばりついてなんかダメージを稼ぐっていう場面は多かったんですよ、本当に。まあだから意外となんか小さな下方数値上とかなんかデータで見るとあんま変わらんやんけってなるんですけど、いざ戦ってる身からすると、まあ、結構デカめな、はい、弱体化なんじゃないかなと言ったところで、まあね、まあ、まだ正直ほんと変わんないでかいとか言いながら正直まだまだ全然変わんないぐらい強いんでね、ドリルやっていきます。さあ相手はブラスターね。であとね、このダイナマイトゴブリン、この緑の4コスのね、まあ、少し前に出ました新カードですけど、この子もね、俺結構怪しいと思ってます。アウトだいぶ壊れカードだと思ってます。なんか最後にね、爆発するあの範囲がね、広いんですよ。広いし、火力高いし、みたいな。今回、下方はされなかったんですけど、全然されていいぐらいのね、ステータスだと思ってます。これですね。ここ。あー、もうちょっと走ってほしかったな、じゃあ。耐えて。高回転アチ迫撃ね。なんか大砲すげえ前のめりだな、さっきから。あら、マジダイナマイトゴブリン強いんで、なんかほんとドリル飛ばしてからでもいいな。飛ばしてからダイナマイトゴブリン出しとくと、ダイナマイトゴブリンが走ってダメージも稼げて、なんなら相手のユニットも溶かしてみたいな。なんか爆破ダメがね、まあでかいし、空にも当たるし、ノックバックがなんか異常に強かったりね、なんかちょっと違うっすよね、他のユニットと。ノックバック性能やダメージの範囲の性能が1段階優秀な気がしてるんで、これですね、はい、これで飛ぶじゃないですか。強すぎんっていう話よね。さあちょっと手札が暇だな。そして進化ドリルはまあ安定してね、優秀ですよと。あ、泣いて射抜いたりしてもなんか気持ちよさそう。こんにちは、トルネあるんかな。なかったらもう大やけどや。いいね、トレンなさそうだな。アーチャーとリトルプリンスと両方いたんでね、まあ大砲もね困ったら置いて、キンキンみたいなこともできちゃってからの、まあ射抜きたいけどさすがに始まり大砲来そう、ケアされてますね。まあマジ打ちの角度で適当に耐えながら、あ、待って、ミスったふふふ、怖いな。まあでもさ、ダイナマイトゴブリンね、こいつだけで正直陸行きもできるし、複数ユニットも処理できるし、単品へのある程度の火力もあるんで、ほんとダイナマイトゴブリンいれば一旦何でも受けれます。ガゴンブレとかのね、まあ、受けとかもね最悪できちゃうわけですし。さあ、まあ気づけばもう、はい、進化スケで事故ってくんねえかな。ありそう、エレスピトとか。あー、偉いなそれは。でまあ稼いじゃったりね。え、待ってエイムが悪い、すべての。いやでもまあ一旦いいか。さあ適当に耐えまして、まあ進化ドリル、この受けむずいんじゃないからのマジアチャーもあるんですよね。俺射抜きたかったりします。おい、ドリル強い、最後ここの気持ちよく射抜いてねみたいなあったんですけども、いや、まだまだドリルは強いですよ。普通に環境トップだな。ペッカー、まあペッカドリル、まあ、あとは、本当に極めた猛者はラバでも上がれますっていう感じか。まあでも環境で言うと、ペッカー、ドリル、
まあロイジャイとかなんかもじゃもじゃのコカツとか、まあその辺がだいぶ強いイメージがあるの。もじゃもじゃなコカツ、親衛隊入りだったり、まあなかったりもするんですけど、まあ今シーズンもブラスターは強そうですね、明らかに。いやーマジアチは強だいぶ。これダイナマイトゴブリンさ、あいらなかったな。そうこれが優秀だったり、この爆破でね時間稼ぎもできる、ダメージも与えれる、防衛でも使える、攻めでも使える、守りでも使える。でこれマジアチャでね無理やり削れるんで、まあ、進化ドリルマジアチャでこの時だいぶ強いな。だいぶインチキ寄りではある。でこれドリルからのテスラ生えさせてマジアチャで射抜くもできるんでね、まあゆっくり後ろからでもいいか。マジアチャね、なんか最近のペッカーとかにはねもうマジアチャ使われなくなっちゃったんで、ウィザード、もう基本ウィザードでちょいちょい、まあブラスターペッカーだからこそのマザーネクロも使われたりはしてるって感じかな。もうすごっ、ウッド使ったな。マジアチャ本当に今ねオールブレーカーぐらいでしか使われないんですけど、といえど強い。しかもこれダイナマイトゴブリン入るっすよ多分。ああ入らねえか、入ってほしかったな。入ったら多分落ちるんすよね、460ぐらい。ダメージわかんねえな、え、はい、相手の精神的な面をね削っていっちゃいました僕は。強すぎだな。さあ防衛はね、まあ大砲もあるし、まあ、なんなら緊急でドリルも守りで使えるんで、だから正直進化ドリルが強いんで、なんか進化ドリルまでの2回ぐらいはもう防衛で使ってもいい。積極的に進化ドリルだけ攻めで飛ばせればもうある程度削れちゃうんでね。よいしょ、ラムライダー、まあ、ペッカーの可能性もあるね。だから守りもできますし、トルネもあるもん、攻めも最終マジアチャ取るね、ダイナマイトゴブリンね、進化ドリルマジで強えぞ。なんか弱点が少ないな。あーボイド嫌だね。さあ爆破でボーリー削ってもらって、エリーババなんかすげえの来たな。まあここボーラー咲いたんで行っちゃおうかな。もう一枚咲かないと、おお。マジアちゃん残んねえかな。えっ、熱い。あー惜しいね、 M が悪いね。マジアちゃんもまあだいぶ年取ったんだねこいつ。これ進化とかしたらさ1回の攻撃で3本ぐらい発射するってこと、ちょっと可能性ありそうだな強すぎるから。ダイナマイトゴブリンとかもさ進化してなくてめっちゃ強いやん。なんかそろそろね最近登場したカードを進化しちゃうよみたいなありそうだしな。ここ最近なんかゴブリンの檻とか、なんかゴブリンゴブジャイとか、なんか運営でねゴブリンバレルとかなんかゴブリン系押してるじゃないですか。いやだからマジでダイナマイトゴブリン進化っつって、早すぎ強すぎってマジありそうだけどな。エリババ、ラムライダー走るの早いってそういえば強化されてたけど強いって。何この相手のさあヤンキーすぎるデッキ、嫌すぎるんやけど。
え、相手的ちょっと待ってやばくない、何これ、ナイトボーラーエリババー、それ言うと見てねえぞ、やば、ゴリラ編成、やばい、ラムのさ突進が早すぎてさ思ったより、え、相手のデッキマジやばい、これどういうこと、あ、プリンセスがいいんだ、一応対空プリンセスしかいねえけど、マジでゴリラデッキすぎん、ちょマジでフルゴリラなんやけど、なにこれ、いやめんどくせえ、このダメージをさ削れねえのが嫌だな俺、ナイトレイジマッタ、さすがにね、いやまあ進化、進化ドリルか、え待って最悪、終わった、もうこのボーラーも意味わかんねえし、やばすぎる、俺こんなに負けんの、やばすぎる、え最悪だ、進化、あーもう、え嘘やん、嘘ですよ最悪なんだけどえ初めて見たな、ゴリラデッキっす、進化ドリル当たっちったわ、全然追いつけたんだけどな、やばマジで、えなんかエリゴレと似たものを感じたけどね、エリババレイシ、あんなデッキいるんやなやばすぎる、恥ずかしいな、さあ今回はなんだろうね、ロイホグのバルーンかな、なんか稀にいるんだよな、ロイホグバルーンみたいな人、まあ普通のロイホグか、まあ、マジ基本ドリル飛ばしてマジアチャで射抜けたら射抜いて、たまたまダイナマイトゴブリンが入ってで勝てるんで、よいしょ、キング起動こんにちはしたいんだけど強すぎるな、さあまあデリバリー大砲ね、まあ、マジアチャ強そうだな、トリマ飛ばす、いやこのマジアチャうざいでしょ、デリ落とした後のさダイナマイトゴブリン強くない、これ走れん、いや入るよ、さあこれで600ダメ、このダメージをねもうちょっと下げてもいいんだよな、タワーへのロイホグね、いやなんかボーラーとかいなければねちょさっきの試合がなんか残ってる、スキアイスピード、アイスピ弱、さあもうこれだけで強いよ、からの追加ダイナマイトコブリンですね、これが相手視点だるすぎる、さあ適当にちょっかいかけて射抜きたいけどな、射抜けるキャラいねえな、なんもう意外と守られたか、大砲じゃあクエイク、いやマジでもこれするだけだ相手のロイフガスター通んねえわ、よいしょ、いいよダイナマイトゴブリン入れば、まあ、ラッキーで割る、さすがに居抜き用ロイフグ、進化助けちょっとめんどいです、
まあでもドリル、まあある程度絶対削れるというか、この召喚ダメも強いんだね。もう結構守られてんの。あ、一発。これの、この一発よ。クエイク外れてんの。からの、いってらっしゃい。これを完璧に守れたらあなたはすごいですよと。いやー、ダイナマイトゴブリン、まあ、500ぐらい入ってますこれで。普通にロケ分ぐらい入ってんでね。でダイナマイトゴブリン範囲優秀なんでね。めくってくるかな。え、うますぎんそのウッド。もう一周来るかな。さあドリルが、いや、はみ出るんですよね結局。さあマジアチャにビビってクエクウッド使ってくれんのも、こっちからしたらちょっとありがたいね。さあダイナマイトゴブリンも来るよ、走ってるよ。で進化ドリルね。でアイスイズを射抜いても気持ちいいだろ。うい、さあナイス射抜き。さすがにこれは止まりませんよと。止まってんな。さあナイス。強すぎるよ普通に。さっきぐらいさ、そのドリルの受けでもね、ナイトボーラーエディババアみたいな、そんぐらいないともうヘッポコだもんな。え、ジャックつんかこれ。俺の知ってる俺の知ってるジャックつんなのかな。え、マジでジャックつんパターンある。 2.6 億の。2.6 億で世界1位フィニッシュしたジャックつん説あるか。元プロの、マジ？でも 2.6 億ってさ、そんな使ってる人多いわけじゃないよな。ま？いやでもなんか、え？本物なんかな？まあプレイでわかるか。まだわかんねえ。全然わかんねえな。おー、怪しいな。いや、このスタンプはね、本物本物のジャックツもな、そのゴブリンスタンプよく使うんだよな。本物ずっと熱い。よし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 。いや、多分本物だな。プロフィール後で覗いたら1位が輝いてるぞ。これで偽物だったらマジすごいけどな。その性格まで一緒。そんな全てが似ることあんのかな、本家と。さあイチコスの使い方、はいはいはい。痛いかな、一発入っちゃった。ちょっと怖くなってきたり。攻めファイブも来そう。アイスピケズリやだな。やべ、あのゴブリはみ出し強すぎだろ。マジで怖い。やばい、なんかなんかえ、僕ね、俺の受け。いやー、まあドリルが強いか。え、なんか目覚めてきてない？大丈夫かな。
ルネマンドか。さすがに負けらんねえかこれ。完璧に抑えられるとちょっとやだ。いいファイボや。あ、でもさすが入んねえんだ。強っ。まずいな。緊急。よし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 。音で聞いてんな。攻めできたと思ってんな。いやー、えら、攻めマジアチャケアまでできんだな。えら、今のも。わかんない。延命か、普通に。いや、まあ、相性はね、明らかにいいんだよ。いや、マジで本物だと思う。いや、もうドリルが強すぎるか。え、でも、マジ負けそうなんだよ。いや、マジアチそれ入ってんの、やば。いや、もうドリル強。いや、さすがに本物だと思います。このスタンプがね、ジャック積んですわ。さあ、答え合わせをしましょう。本物です。世界一位取ってます。さすがにね、まあ、アカウントは砂漠かなんかそういう感じでしたね。2018年に世界一位フィニッシュしてましたわ。さすがにね、うますぎたし、スタンプもなんかもうスタンプでわかるわ、その人の性格出るもんな。ボーリーね、さっき負けたかんな、ボーラー。もう逃げちゃいてんの。ガゴ？ジャイスキャラや。これちょっと、ああ。まあ、じゃあちょっとさ、まあ、ブラスターだから。2発でいっちゃうのか。でかっ。意外とコスト使ってる。ボーラーのコストあるかな。え、ギリだ。今のでコスト5コスならバレたぞ。キング起動するか。ナイトトルネでもいいし、まあ、マジアチトルネやりすぎかな。やりやすいんだよな、こっちの方が。こんにちは。さあ、まあ多分ジャイスキャラだからもう、まあ勝ちました。キング起動したし、俺ブラスターじゃないんで、ダクネのコウモリとかにも事故らないと思うんで、まあガゴ邪魔だな。まあナイトスケでしばいてもいいな。よし。いや、このちょっとエリクサーが少なかったターンを耐えれたんで、まああとはドリルでちまちま稼げたらいいな。まあボーラー、うざそう。どうするかな、まあ、ボーラーなら裂いてくれないんで、行っちゃってもいいか。やべ、このマジアチャ微妙か。ま
まあこのスケラがね異常に入るとかがない限り、このウッドもいらなそうだな。ちょっとビビっちゃった。え待って、このボールがやばい。マジ強いって。ボーラードリームされてる。え待って、ナイトが強い。なんで、いやだ、マジ相手きつそう。この相手逆行っちゃったり。ふんふん、めっちゃ左だと思ってるやん。相手の逆が刺さってることあるんや。基本空振るよ。ギリギリガーディアンもあります。いやこれ言ってもそう。いやー、ヤナアメユキダも使ったっすよ。強っ。いや、この攻めまくってから進化助けて回収すんのもめちゃめちゃいいな。まあ近畿がね偉かったっすね。相手がスケラっぽかったらもう1倍で近畿しちゃわないと逆に苦しくなるんでね。さあ工場なんでペッカかな。まあペッカとかにもマジダイナマイトゴブリンめっちゃ強いです。なんかウォールブレーカーみたいな使い方もできて、体力減ったら走っちゃうじゃないですか。だからなんか意外と受けなかったら真ん中の逆サイドとかに出してペッカに殴られて逆サイド走っていってペッカ歩かすみたいなこともできたりします。まあ一旦正面でさよならして、やばい、そのルート強制今行こうとしてたやん。なんでやめた。やば、今の寄れないんだ。外回りしちゃったっすね。痛え2000だな。まあまあまあ、ペッカファルチェ工場ね、おもろいな。言うのもいて、まあ、ペッカ工場のまあちょっとラバに任したいかなみたいなファルチェなんでしょうね。全然ウィザードでも強いんですけど。こんにちはザップ。さあタルババート、ダガーガールね。いやーあるちゅ、まあ、やってもいいしやんなくてもいいな。無理して結局終盤に俺はマジでちょっとダイナマイトゴブリンで削れるんで、進化ドリルとこれ釣れる、やべ思いました。そう釣れない。さすがに怖っ。いやまあええやろ。まあ別にええやろ、耐えたら。さあどっちが苦しいんだいこれは。あんまり来ねえ、来ねえ。マジで入ってんのかな。え待って、1個も入ってねえや。入ったか。相手の呪文があんまなさげなの幸せだな。さあドリルはもうガンガン守りに使ってね、進化ドリルの時飛ばせればいいかな。ライトニングとかだったらまずいんだよ。さすがに、やべえ、もうマジで行かれるんだ。やべやべやっちまう。ありがとう。マジ今でかっ。まあ、ザップあったんで次スケ出す時気
気付けたいっす。ラムもいたのか。熱っ全部残ったぞ。きついんじゃね。なんか終わりそうだな。おい、ダイナマイトゴブリンなんですよね。結局全てに対応できる。陸も空も単体も複数も。前世紀のまあリトルプリンスほどではないけど、でもそれに勝るものもある。うん、万能マン。ホーク26。まあ26ジャックツン世界一フィニッシュしてるんで、それよりもうまい26はいないんでね。あーローキコや。やべ、近畿道できたか俺。やべ持ってんね。まあローキホだったらミニペッカとかの可能性もありますね。これダイナマイトゴブリンワンチャン走れん？走れるくね？あーいいスケアイスピア。それまあクエイクのプリンセスじゃなくてロケット押しね。平均コスト 2.6 か 2.8 みたいなやつだ。ミニピョーグだ。スケアイスピか。コウモリじゃなかったな。まあ大砲がちょっとクエイクで行かれるの嫌だけど、強気ね。わあいいクエイクやそれ。アイスピー。え、待って、これ進化スキルからさダメよキング起動しようとしたけどさ、キング起動した後に死ぬ未来が見えた。ネクスト進化ロケ法です。進化スケか。進化スケやっぱ便利だよな、まあ、クエイクなんでね。もうダイナマイトゴブリン無敵っすよ。すごいな。お、まあ、キング起動したい自分もいるんですけど、いやマジきつそうこれ相手。何も止まんねえぞ。いやしかもマジはちょっといい。ドリルも抑えなきゃいけないしながら上も抑えなきゃいけないんでね相手。さあでホグはありがとう感謝を込めてキング起動やだよ。スタイク大砲もあるんでね、まあ、クエイクで破壊されちゃうんですけど、アミデロウッドでマジェチョマルが、一発入っちゃうかマジ負けるのが難しいんだろうな。やばい、ロケット押し優秀すぎるそれ。え、さすがにね。あ、それやばい。大砲に打ってさ、右のタワーにダメージ稼ごうとしてたの。うまいな今の。やらしいな。先に奥からバレてんのか。いやこのダイナマイトゴブリングうざい相手して無理やり。やばいめっちゃ走る。あ、待って、すり抜け6着ダメ。マジイカれてるっす。ダイナマイトゴブリンをね
緊急確保した方がいい。相手はダイナミットゴブリンビビってるだろうな一生。進化ドリルで追加してあげてね。いやーマジで。おいゴブリンもはみ出ていく。いやゴブリン系強すぎんだな最近ね。いかれてます。というわけで、まあ、前シーズンね終盤も強かったマジアチャドリルでございます。まあ下放されたドリルねまだまだ強いかつ、まあ、ダイナミットゴブリンですね。まあペックにもよく使われてるかな。なんかジャイとかにもいる気がします。はい、こいつもすごい優秀なんでぜひね使ってみてください。よければちゃんと高評価も押しますと押したまでに。